お疲れっす。まったく、けしからんサイトだ。亀井さん、さっちゃん、俺、さっちゃんのことがずっと。亀井さん、亀井さん。さっさと立て。なんだ、同行しよう。俺一人で十分だ。だからついてくんなって。現場に案内しろ、加藤警部補。加藤ちゃん。はい。悪いんだけどさ、週末香港に行ってくれない？は？別にいいっすけど。わあ、サンキュー。じゃ、詳しいことは神戸くんから聞いといてね。いいっす。良い旅だ。大輔さん。はい。職場の皆さんを困らせるようなことは厳に慎まなければなりません。はい。俺は明日名古屋に出張だ。同僚に迷惑をかけるようなことは厳に慎むように。おい、行ったそばからスピード違反してんじゃねえ。ここは私有地だ。一ついいか。あの時なぜあいつが撃たないと分かった？あいつは人を殺すやつじゃない。お前がそう言った。無理だな。ケチくさいこと言うなよ。その気になりゃあっという間だろ。今日は調子が悪い。あ、おい、もったいぶらねえで早く探してやれよ。俺には俺の事情がある。わかった、探してやる。本当？何度も言わせるな。やりいいよな、神さんのいるやつは。神さん？もしかして夫婦喧嘩してるのか？夫婦喧嘩？鈴江さんと喧嘩したんだろ。鈴江は親戚だ。親戚？ああ。そうか、親戚か。なんだ、そうかそうか。早くしねえと食うの遅くなるぞ。救急箱だ。どうした？怪我をした。救急箱を持ってこい。ほら、お大臣の口に合いそうな生ハム買っといてやったぞ。あ、まあ腰掛けにはちょうどいい部署だしな。
金持ちの道楽ってとこなんだろうけどよ。え？おい寝てんじゃねえよ。寝てない、目を閉じていただけだ。でも大輔様がお金も持たずに一晩過ごすなど、これまで一度も。そういえばそうですね。バランスリミテッド。お黙りなさい。帰ったか。うわ、朝か。これでかすぎません？あいつなんで。決まってますね。ちょっと惚れちゃうかも。え？よく見えねえな。肩貸せ。え、僕ですか？早くしろ。服汚さないでくださいよ。いいぞ。早く立て。無理っす。は？止まれ！警察だ！止まれ！よし、二手に分かれて。あとは頼みます。はぁ？